戦闘員人物証明書はアメリカ合衆国義勇軍フライングタイガースに対して発行された。中国語であたり外国人は中国を支援するために参戦している。軍民一体となってすべての人が当人を救護するよう願う。人物証明書は朝鮮戦争でも国連軍パイロットによって使用された。戦闘員人物証明書とは軍人。 特に航空隊員が撃墜された時に、第三国の現地住民に救護を行うための通知書であり、別名、避難証や識別証明とも呼ばれる。戦闘員人物証明書は、1793年、フランスの気球乗りジャンピエール・ブランシャールがアメリカで熱気球飛行した時が起源である。ブランシャールは熱気球を制御することができないので、どこに着陸するか誰も知らなかった。 ブランシャールは英語を話すことができなかったので、時のジョージ・ワシントン大統領が、すべてのアメリカ国民は彼をフィラデルフィアへ、帰郷支援する義務を有するとの手紙を書いた。以下の文は人物証明書の一つである。私はアメリカ空軍パイロットです。我が戦闘機は撃墜されました。私は帰国の言葉を話すことができません。私は日本軍と戦っている兵士です。 どうか食料を開けてください。そして、ここから一番近い連合国基地へ連れて行ってください。基地到着後、秘伝に報奨を与えます。こうした人物証明書は、マレー語、ビルマ語、タミール語、タイ語、ベンガル語など、アジア15カ国の言語で書かれている。ありがとうございます。